ヤンピュッツ、2013年撮影。アンダーナフ派の完結線体験センターの解所行事におけるヤンピュッツ、2009年。ヤンピュッツは、ケルンに生まれ、ルクセンブルクで育ったドイツの科学ジャーナリスト、テレビ司会者。ピュッツは、少年期から青年期にかけて、ルクセンブルクのレーミヒとルクセンブルク市で育った。電気関係の技術者を目指し、ケルン工学校に学び、 通信工学を収めて卒業した。その後、アビトゥアシ特語レベルの成人用、第二教育校において、教員のための物理学と数学を収めた。また、並行して、社会学と国民経済も学んだ。ヤンピュッツは2000年に3度目の結婚をした。彼は、最初の妻との間に1959年生まれの、 息子、また、三番目の妻との間に1999年生まれの、息子と2010年生まれの娘を設け、さらに三番目の妻の連れ子が二人いる。ピュッツは、デュッセルドルフのアンゲルムント地区に、バルドルフ教育の学校を新設した。1970年から2001年まで、ヤン・ピュッツは、西ドイツ放送の常勤編集者となり、歩道なくして、科学、 技術分野の番組編集の中心となった。彼はアインフターニインダイエレクトラーニックという番組の司会を務め、後にはウィスンスチャルファッショーの司会も務めた。彼の知名度を上げたのは、ホビシック、環境問題を取り上げた、ジュンル、グロボスといった番組で、いずれもすでに終了している。定年退職の年齢である65歳となった後も、ピュッツは3年間にわたって、 フリーランスとして番組に関わり続けた。2004年12月29日には彼のための特別番組が WDR で放送された。2005年はめからピュッツは第年ドイツテレビの朝の情報番組バルカンネサービステックリッシュで働き始めた。2007年5月からはテクナティップ TV でテクナテックという番組を始めかつてのホビーシークと同じように 記述分野とメディアの関係を視聴者に解説している。2007年1月からピュッツはパーツマンターショーという工業をドイツの国内外で行っている。それは様々な公開、非公開の場所で科学実験を披露するものである。またパーツマンターエネルギーショーパーツマンターコフ保証といった名称も用いられている。ピュッツはピエル・ M クラウゼの番組、 エスゲートウムマイン・レイベンに架空の隣人として時折登場した。ピュッツはそのジャーナリストとしての活動に対して多数の賞を与えられている。さらに彼は著作家でもあり30年間に60冊の著書を出している。彼はまたノルトベスト・ファーレン青年新聞の理事会メンバーの一人でもある。1997年以降、ヤン・ピュッツは ノルトベストファーレン自然、郷土、文化保全財団のスポンサーの一人となっている。彼は、モンシャウ近郊のペルレン川、フルツ川自然保護区の活動を特に支援している。ピュッツは、自然科学を応用した、様々な家庭用品も開発しており、例えば、オレンジ油から抽出されるテレビン油の混合物、自然な歯磨き粉、甘味料などがある。 ホビシックで扱ったものの中からは番組名を冠して商品化されたものもいろいろあった。2007年9月21日からピュッツは G データソフトウェア社の顧問の一人となった。映画ファインディングにもやナイトミュージアムにではドイツ語版の吹き替えに参加した。2008年7月ピュッツはミュラーミルクのミルクライスのテレビ広告に登場した。 2009年のドイツ連邦議会選挙の際には、第1投票で、ドイツキリスト教民主同盟に投票した上で、第2投票で自由民主党への投票を呼びかける、黒木運動に参加した。ありがとうございます。